ガラテアは海王星の第6衛星である。ガラテアは惑星探査機ボイジャー2号が海王星をフライバイした際に撮影された画像の中から1989年7月に発見された。発見はデスピナ・ラリッサの発見と合わせて同年8月2日の国際天文学連合のサーキュラーで公表され5日間にわたって10枚の 画像を捉えたとだけ報告されており、7月28日以前のいずれかの段階で発見されたとみられる。これに伴い S1989N4 というカリフ号が与えられた。その後1991年9月16日にキリシア神話のネレーデスの一人、ガラテアにちなんで命名され、ネプチューン6という確定番号が与えられた。ガラテアは 海洋星の衛星の中で4番目に海洋星に近い軌道を公転する衛星である。ガラテアは不規則な形状をしており、地質学的に変化を起こした兆候は見られない。他の衛星と同じく、トリトンが海洋星によって非常に軌道離心率が大きい軌道に捕獲された直後の接動によって破壊されたかつての海洋星固有の衛星の破片が再び膠着して形成された。 ラブルパイル天体だと考えられている。ガラテアの軌道は、海王星の静止軌道の下にある。そのためガラテアは、超積力によって、螺旋状に軌道が減衰しており、いずれ海王星の大気に突入するか、ロッシュ限界を超えて、超積力で粉砕され、海王星の管になると予想される。アダム図鑑の内側にあるガラテアガラテアの軌道の線、キロメートル外側には、 海王星の艦の一つであるアダム図艦があり、ガラテアはこの艦の羊海衛星であると考えられる。アダム図艦の中にはアークと呼ばれる独特の構造があるが、ガラテアと艦の42、43の共鳴がこの構造を形作っていると考えられている。また、ガラテアによって艦に有機される半径方向の接道をもとに、ガラテアの質量が推定されている。 ありがとうございます。